日本プロ麻雀連盟チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。山口大和です。本日は第29期チャンピオンズリーグ決勝戦の模様をお伝えしてまいります。70人出場者の中から見事決勝進出を決めた4名の選手をご紹介していきます。まずは福島雄一プロです。おはようございます。おはようございます。今日はどうですか、意気込みの方なんかぜひお聞かせください。タイトル戦の決勝ってなんかその5回ある決勝って初めてなんで、はい、自分がどれぐらいできるか分かんないですけど、今までやっつき練習で培ってきたものを、この場で出せたらなと思ってます。はい、昨日のトーナメントは僕一応リポーターで見てたんですけれど、すごく調子良さそうだったんですけど、はい、そうですね、だいぶ手応えはありました。今日も決勝戦頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして阿部健一プロです。もっとこっちへどうぞ。緊張してますか？少しです。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日の意気込みなんかぜひ。そうですね、初めて掴んだチャンスなので、今日は足がかりに、グランプリ出場も目指したいと思います。よろしくお願いします。はい、ご自宅ではご家族の、奥さんとお子さんがいらっしゃるって聞いてるんですけれども、はい、応援してくれてますかね？今日はしてくれると思います。じゃあ今日ぜひ、お子さんのためにも優勝目指して頑張ってもらえたらと思います。はい、ありがとうございます。お子さん見てらっしゃるかもしれないメッセージを。頑張ります。お父さん頑張ってください。はい、ありがとうございます。します。さあ続きまして、第32期十段戦ファイナリスト野方雄介プロです。はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、意気込みなんかをぜひよろしくお願いします。そうですね、今期割と調子いいんで、はい、今日もまたついてるといいなと思って優勝目指したいと思います。はい、十段戦は惜しくも、はいはい、負けてしまいましたが、はい、今日チャンピオンズリーグはもう取っちゃうぞっていう勢いで、そうですね、頑張りたいと思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、A2 リーグ所属第19期チャンピオンズリーグ優勝山田博之プロです。おはようございます。はい、おはようございます。今日の意気込みをぜひお願いします。意気込みですか、はい、先輩としてね、恥ずかしくない麻雀を打ってしっかり勝ちたいと思います。はい、はい、チャンピオン目指して。そうですね、はい、2タイムチャンピオンですね。2タイム2回目ですかね。ちょうど10期前なんで5年前になるんですね。5年前、あれから5年ですね。そうですね、なんか優勝して大和に報告に行った記憶があります、ね。はい、そうですね、はい、ぜひいい報告ができるように。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、以上4名の順、4名によって決勝戦の対局が行われます。そして本日の観戦記者として藤島プロに、来ていただいてますので、一言お伺いしたいと思います。藤島プロお願いします。おはようございます。今日観戦記者としてなんですけれども、はい、今日の 見どころなんかぜひありましたらよろしくお願いします。そうですね、本当はね、今日は選手として行きたかったんですけど、昨日負けちゃった後にこう依頼を受けまして、はい、でちょっと過去のチャンピオンズリーグ調べてみたんですけど、今日みたいなA リーグ対下位リーグ3名の戦いっていうのが過去29回のうち14回あって、その14回のうちA リーグが勝ったパターンが7回、つまり7勝7敗5分なんですよね。うん、だから今日もおそらく山田プロを中心に局面が進んでいくとは思うんですけど、そこに対してね、3者がどう絡んでいくかがやっぱり見どころだとは思います。うん、はい、なるほど、じゃあそこら辺注目して見ていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、いていいです、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、そうしました。対局の準備に入りますので、しばらく CM をご覧ください。はい、お待たせいたしました。改めまして、実況は私山口大和が、そして解説は瀬戸熊直樹が務めます。瀬戸熊プロ、今日よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は、前回28期に引き続き一緒にペアを組まさせていただきますけれども、なんか噂ではだいぶ成長したらしい。いえいえ、ありがとうございます。すごい練習もしたんだって。練習はもう日々しておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、29期チャンピオンズリーグ決勝ということなんですけれども、見どころなんかありましたら一言お願いします。そうですね、僕昨日運営してたんですけど、AD が2人ぐらい残るかなと思ったら1人だけだったんで、
上位 あのリーグ戦の山田さんを中心に回っていくのは間違いないんですけど、ただねこういった戦いは波乱も多いし、モチベーション的にはあの山田さん以外の3人の方が高いと思うんで、まあその辺も気持ちも込めて、応援あの解説していければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ルールは一発裏ドラなしの日本プロ麻雀連盟 A ルールで行われます。それではそろそろ対局と参りましょう。29期チャンピオンズリーグ決勝1回戦東杯の開始です。はい、では対局を開始してください。よろしくお願いします。さあ始まりましたね。藤原忠博プロ審判長から開始の合図がされました。ちいちゃから、山田博之プロ、なんちゃに野方雄介プロ、シャーちゃに阿部健一プロ、そしてペイちゃに福島雄一プロの座順で始まりました。トン一曲、親は山田、ドラは数層です。ピンズいけそうですね。ピンズが多い、はい、はい、ハイパイになっております。こちら野方の手配、統一がやや多いか。こちらは阿部、阿部もまあまあまとまってますね。うん、そしてこちら福島、福島も割と高ハイパイと言えるんではないでしょうか。はい、ドラが1枚、ドラを引いてきて、これ両冠の形ができましたね。これドラ引いたんで普通に手進めると思います。はい、野方は数番から打っていきました。こちら阿部、福島もドラの数層を生かしたいところか。こちら山田、野方さんはチートイズイシャンテンですね。はい、そうですね。こちら阿部、メンツが一つ完成。ここは何を切っていくか。阿部は放送対局初めて、決勝進出ももちろん初めてということなんですけど、まあそうですね、あのまあキャリア、放送対局に対するキャリアという点では、はい、やっぱり、山田さんが一番上で、うん、その次にまあ17戦決勝乗ってる野方さん、うん、で福島さんは最強戦で1回か2回乗ってるんで、うん、まあこのスタジオでもやってますし、慣れはあるでしょうね。はい、そういった意味では阿部さんが早く、はい、この放送を気にせず昨日みたいに伸び伸び打ってくれると面白くなってくると思いますね。なるほど、そこら辺もちょっと注目してみたいと思います。はい、こちら福島、先ほどドラの数層が重なっていい形ですね。そうですね、やはり昨日の勢いそのままにいい手になってますね。昨日もすごい調子良さそうですよね。はい、あの阿部さんと福島さんは昨日本当にいいマージャン打ってましたね。はい、こちら野方はチートイツのイーシャンテンで、ただいま阿部の手配。はい、狙い通りゴロチになってきましたね。はい、もしくは一通と。うん、こちらドラが統一の福島、親の山田も割とまとまってきているか。イーシャンテン、はい、誰が最初抜け出すのか。ぶつかりますよね、ここね。ぶつかりそうですね。こちら親の山田、両ピンを引いて、これで2差しですね。そうですね、ここはウーピンを打っていきます。そしてこちらは野方、2差し対1統一対ゴロッチ、もしくは1通対ドラドラと、うん、全員手が入ってますね。そうですね、こちらは阿部、福島、ここで3ピンを打っていきます。イーシャンテン、山田、山田 E ピンが4枚、ここは E ピンを暗冠していきます。リンシャンからはローソー、はローソーつもぎり。チラー野方、野方さんローソー狙い目にしてるんで、うん、チーピンパービン重なると山田さんのローソーがちょっと危ないですね。なるほど、はい、これで一通転敗、振り点なんですよね。そうですね、阿部3巡目にチーワンを切っているが、ここはリーチに行きました。スチーマン思い切って行きましたね。行きましたね。さあこのリーチを受けて三者どうするか。まあ全員行くんじゃないですか、ある程度は。うん、野方はペアを打っていった。はい、野方さんチートイのみなんでね。はい、チラドラドラの福島、リャンゾーは現物です。うん、
ちょっと三品がね、はい、あのミスった形になってますけどね、まあ、ミスとは言えないんですけどちょっと痛かったですね。じゃあ野方はペイを統一落とししていきます。阿部、こちらは福島、はい、これで天敗二差しの三色、まあ、思い通りというか、そうですね、あの福島さんが三品とこう両品ってしてると上がりがあったんですよね。その前の9層で阿部は残りの町数ワンが3枚山に残っています。その数ワンが福島のところ、うん、まあ振り点なんで当たれないですね。チンはいけるか、ここは両品を打っていきます。対しまして山田の町三蔵は山に3枚残ってますね、うん、すごいですね、表示牌以外全部残ってますね、はい、これは阿部さんピンチですね、ちょっといきなり大ピンチきましたね。あ、テンパった、テンパりましたね。ドラドラの福島もテンパイ、ここはでしょう、イースピンが川を見るとすごくよく見えます、はい、闇点、まああのイーピン安価されてるんでね。そうですね、しかしここは山田換算像を積もってリーチツモ3色4000オールの上がりですね、うん、狙い通り、ね、狙い通り、うん、ここは風格というか、はい、まあさすがエリガーってのは福島さんがミスとは言えないミスをした時にそれを逃さないってことですよね。上がり番を逃してしまうと山田さんとかは隙のない打ち筋なんで、はい、最初のファーストの上がりで拾ってしまうと、はい、いい上がりに見えました。さあ親の山田トーン1曲一本場ドラは小さになります。うん、ここは攻めるでしょうね。こちら山田の手配、本人相当感触いいでしょう、この換算像ツモは。そうですね、でももう10期前なんだね、疲労が取ったの。そうですね、うん、早いね、はい、チャンピオンズリーグは1年に2度行われるのでちょうど5年前の話ですね、はい、そうですね、はい、もう29期ですか。そうですね、ちょうど山田プロが、はい、あのチャンピオンズリーグ取った時は初タイトルだったんですね。あ、そうですね、はい、僕があの働いてたお店に取ったぞというふうに、うん、こうすごく元気よく入ってきたのを今でも覚えています。僕も連盟の初タイトルがチャンピオンズリーグだったんですね。あ、はい、なるほど。そしてもう間もなく包囲決定戦が控えておりますけれども、 あのチャンピオンズリーグってもともとね、はい、下位リーグの人たちが A リーガーと打てるために、うん、創設されたリーグ戦なんで、うん、まあ、A リーガーの人も積極的に参加して、うん、技術のレベルアップにつなげようという趣旨で設立されたんで、うん、そういった意味ではね、それがだいぶ身を結んできたかなって感じがしますね。そうですね、今期も下位リーグの、まあ、安倍なんかは D リーグですけど、はい、そうです ね、 ね、はい、頑張って決勝残ってますんで、昨日敗れたとはいえね、はい、A2 リーグが5人もいましたから ね、 そうですね、準決勝までは、はい、準々決勝ですか。そうですね、こちら福島の手配、リャンワンを打っていきます、はい、山田さん以外の3人は何としてもここの親を落としたいですよね。やっぱ山田さんに走られてしまうと捕まえるのが相当難しくなってしまうんで、うん、なるほど、野方なんですけど割と手数が多い、まあ十段戦の時から言われてたと思うんですけども、はい、今夜地位がすごく多いというふうに聞いてたんですけど、はい、今日こういう場面では、いや、あのね、昨日は風呂そんなに多くなかったですね。今日も使っていくんですかね、はい、どうですかね。チラ親の山田、はい、僕はチャンピオンズリーグ今回参戦したかったんですけど、ちょっとスケジュールの調整ができずに、はいはい、不参加となってしまいましたなるべくね、スケジュール合えば出たいんですけどね、うん、もう瀬戸熊フローに胸を貸してもらえるんですかね。いえいえ、そういうあれではなくて、はい、やっぱり エルールでね、真剣勝負するってなかなかね、はい、できないんで、はい、そういった場には積極的に参加したいですね、はい、今テンパイ崩しましたね。そうですね、今テンパイを崩しましたね。こちら山田トーンを打っていきます。こちらの方若干一通も見える形だが、ここは流派、チラ阿部ドラのチーソーを持ってきた、うん、阿部さんとしてはさっき危な振り手のスチワンリーチだったんですけど、
あの山田さんに報酬なかったんで、はい、まあ、気分は悪くはないでしょうね。うん、なるほど。白山田いい貫禄、失礼しました、ボーピンを引いてきましたね、はい、一通ですね。リアン判定役がバンバン決まると山田のペースですね。そうですね、うん、こちらは福島親の山田、まあ当然リアンワンとか入ってサブロ9ピンリーチも打つでしょうからね、うん、じゃあ野方は関数マンを入れてイーシャンテン、はい、一通でぶつかりましたね。そうですね、ちょうどピンズの一通で2射がぶつかりそうです、はい。白は阿部、阿部は E1 を打っていきます。さあ再度対、こちら福島天杯が入ったのですがどうするか、また役なしですね。ここはローソー打っていく、はい、はい、一応一通への手代わりですね。そうですね、山田リャンワンを引いてこれで天杯、はい、リーチドライチの天杯サブロー9ピン、まあ打点は確保できなかったですけど、あの待ちは最高なんで。そうですね、ここはリーチといきます。さあこのリーチに対して3者どう対応していくのか、はい、安倍さんは、山田さんのリーチを見込んで現物のイースをその前に1枚抱えてましたね、うん、はい。さあその山田、こちらは野方、阿部、阿部もドラドラだがここは現物のイーソー、うん、こちらは福島、まあさっき手役決めた山田の先制リーチですからね、ちょっと行きづらいですよね。そうですね、サブローキューピンがまだいっぱいいますね。山に4枚いますね。こちら福島、山田積もれるか、こちらの方パーピンを持ってきた、これはリーチにはなかなか打ちづらいか、 Q1 を打っていきます。うん、ちょっと全員いけないですね。うん、福島くんが頑張ってますけど。そうですね、こちら福島ローピン、これは山田の当たり牌、はい、まあこの辺りでやめると思いますね。ここはリャンピンを抜いていきます。うん、この辺は落ち着いてますね。そうですね、山田の一人旅になるのか、こちらの方、そうですね、今日はハンチャン5回戦ですね。はい、ハンチャン5回戦でトータルトップが優勝という形になります、うん、一応ポイントランキングでいうと、はい、決勝乗った時点で、山田さんと野方さんはグランプリの出場も決めてるんで、うん、あの福島さんと阿部さんは優勝した時だけ、うん、年度末のグランプリに出れるってことですね、チャンピオンズリーグ優勝者として、はい、まあ、そこら辺は若手もなかなかグランプリ出るという機会はないですね。だから、このチャンピオンズリーグ乗った時点で 特別昇級リーグの権利も発生するし、はい、チャンピオンズリーグ優勝すれば、うん、年間タイトルシードももらえるし、はい、下のリーグの人たちとか若い人たちにとってはすごい魅力あるタイトルですよね。そうですね、もうこのチャンスを生かしたいと、はい、まあ、阿部プロも言ってましたけども、うんうん、こちら山田積もれるか、野方が一応またイーシャンテンに戻ってきているが、ここはローガン、山井さんや久人もね、チャンピオンズリーグ初タイトルでしたからね、うん、うん、こちら福島、山田敗定になります野方。ここは統一局一本場、山田の一人天杯、うん、まあ3人は積もられなくてよかったなって感じですよね、うん、最終決めると、ね、山田としてはよしよしという感じ、まあできれば積もりたかったですけどね、うん、ただ一人旅になってたんで、はい、そういった意味では結構時間的には制圧してきたかなって感じはしてるでしょうね。うん、やっぱり打ってる方はすごく圧力かかってますよね、うんうん、さあこの後どうなるのか、トーン1局日本馬ドラはパーピンになります。こちら親山田のハイパイ、松も次第だと思いますが、まあこのチョンチョンはどうか、
悪くはなさそうですね。そうですね。まあ、つも効くと思うんで、はい。はい、リチドラ1ぐらいは打てそうな感じですね。そうですね。ここは軽装から。チラなんちゃの野方。ドラが1枚ある形。はい、仕掛けられるような手配でしたけどね。野方さん得意の。はい。ここは野方動いていくのか。はい、こちら、阿部の手配。そして福島。福島はちょっと苦しいか。ここは山田いいつもだ。ペンチーピンを入れていくドラメンツが完成。うん、一番苦しいところは先に終わったね。そうですね。これ手応え感じてそうですね。うん、まあただ本人としてはこれ1回戦トップで終わるとさすがに取りこぼせないなって思いは出てくると思うんですよね。なるほど、山田プロでもそう思う。うん、お山田聞く。今度は換算像入った。すごいね。すごいつもの伸びだ。ここは白を打っていく。白野方、うん、昨日は結構ね接戦接戦を制しましたからね。山田さんはそうですね、うん、準決勝とか西島さんとのデッドヒートはすごかった、ね、すごかったですね、うん、こちら山田コアペをつもぎり、はい、この好調な山田を止められる人はいるのかというところですね。阿部もちょっと苦しい形。野方さんは座順的には泣きやすいとこいますけどね。なんちゃにいるんで。うん、ちら福島。福島もちょっとツモが伸びない。山田三蔵引いた。うん、6万になりますかね。ここは6万。はい。一応ね、マンズのリャンワンが薄くなった時に、ソーズで2面で作りいけますんで、うん、ああいった三蔵は残すってことですね。なるほど。はい。手形目いっぱいでいいと思いますね。阿部はペン3ピンのターズ払っていきます。福島はちょっとツモが伸びない。チラ山田。まあ、早めに面ピンドライチリーチ打ちたいですけどね。チラ野方。野方はこれでいいシャンテン。まあ、遠くというか6チップの3色も見える形ですね。そうですね。柴田さんは昨日山田さんと阿部さんとやってそこで負けましたね、はい、そうですね、はい、3回勝負で阿部さんがいきなり8万点ぐらいのトップ取ってすごかったですねあれは。あの柴田山田松崎で一つの椅子を争うことになって、ね、はいはい、あれはすごかったですね、うん、3人にとって一番辛い展開になっちゃいましたね、うん、あれは。まあ、あのメンバーの中で勝ち上がってきた阿部もすごい、はい、そうですね、はい、まあ、その8万点いった時もね100万とかじゃなくて全部積み上がりで、そうですね、はいはい、積み上げましたからね。そうですね。こちらは山田イーシャンテン、パーソーは残します。野方、これで役タイヤオのタイヤドライチ、タイヤオドライチですね。テンパイです。カンチーピン阿部、シーソーを引いて考えます。ここはイーソーを打っていきます。山田、うん、山田もテンパ入れたいところだが2巡目まではね、そうですね、3巡目リーチとかかかるんじゃないかって感じですけど、はい、こっからですね。チラーベ、野方のチーピンは2枚ありますね、 2枚ありますね、はい、山田さん1枚と表示は1枚。そうですね。山田ちょっとじれてきましたかね、こちらは野方。野方さん6チッパーに変わってから上がりたいですけどね、できればね。そうですね、はい。こちらは福島、ウーピンを引いた山田、ここはウーピン打っていきます。そう、ヒロがね昨日言ってたの、柴田さんとやった時に、はい、いやここで負けたら俺もう柴田君に一生勝てないんじゃないかと思ってやりましたみたいな。あなるほど。結構ね最近対戦成績悪くしてたんで。そうですね、うん、この前の A2 リーグも激闘でしたからね。はい、ようやくテンパイ、ようやくテンパイ、リャンワン、ここは山田リーチに行きます。これで野方さんがしっかりいけるかですね。まあ行くとは思うんですけどね。はい、あとしかしこのウーワンはパワー1と入れ替えて6チッパに、ね、6チッパになりましたね、はいはい、これで打点も十分うまくスライドできましたね、うん、そうですね、はい、この現物8万は
まだ打たない阿部。こうなると野方さんもチャンスです ね、 ですね。当たり牌1枚吸収したんで、はい、結構いい勝負じゃないですか。いい勝負になりそうです。山田リャンピン、こちらは野方9万、こちらは阿部、阿部は流派打ってきます。こちら福島、野方のチーピンがこちらに1枚、はい、あと1枚です。山田、山田、山を積もったリーチ、ピン普通もドライチ、2600は2800ホールの上がり。いやこれは大きいね。大きいですね。結構このハンチャン決めるような上がりになりましたね、これは。山田トン一曲3本馬まで積んでいきます。まあヒロが走るとね、はい、面白くないんでね、どっかで頑張って3人には頑張ってほしい。これは強い、さすがエリーガーといったところですか、はい、持ち点は5万点を超えてトン一曲3本馬、まあここまでは別にあのそんな難しいことやってるわけじゃないんだけど、しっかりあのきちっと良くなったんで、はい、手順通り広げて打ってるってとこがいいですよね。なるほど。あとはあの小型3人はちょっと工夫して、はい、親落としいった方がいいですね。なるほど。まあトップはしょうがないんですけど、はい、もう5万点ぐらいのトップで止めとかないと。そうですね。さあ親のハイパイ、山田がいい、こちら野方、野方さんもね今チャンス手だっただけにちょっと悔しいですよね。そうですね。こちらは阿部、福島はトンが統一、福島さんはペーチャなんでちょっと泣きづらいんですよね。なるほど。山田ツモが伸びるこれもうイージシャンテン。そうですね。こちらペンチーソーが埋まった野方、ここは9万打っていく。阿部カンフィンが入って、ここは9ピン。福島、これで泣きやすくなりましたね、はい、泣くのもありだと思います、はい、ここは9万山田、こちらは野方、阿部、阿部はちょっと苦しいか、ここはパーピン打っていく福島、そして親の山田、ここはチーピン打っていく、はい、まあ打点ちょっと確保しに来ましたね。そうですね、はい、チーピン周り引いたところでリーノミになる可能性もあるんで、はい、あのドラの重なりか白の重なりを見てください、はいはい、もちろんドラ短期も打つでしょうけど、なるほど。あ、山田 E ピンを引いてきた、これ白でしょ、白打っといて今度は E ペイコだったらリーチと、なるほど、はい、まあ、あのちゃんときちんと手順通り、はい、値段とスピードと金を見ながらですね、はいはい、なるほど、はい、ペン3ピン、カンリャンピンでもリーチ打てば相手はなかなか来づらい場面っていうのは分かってるんですよね。チラオヤの山田、3ピンを引いた、これでリーチですね、カンリャンピンで、はい、ここはリーチに狙い、もう1点、これリーチの方がいいと思いますけどね、これ泣かれないのを確認してからのリーチになったかもしれないですね。あ、なるほど。ただ闇手にしてると福島さんのリャンピン、これ危ないですね、はい、うん、あ、このリャンピンが出る、はい、親の山田 E ペーコーのみ、2000は2900の上がり、これ福島いた仕方ないか。さあ親の山田連チャンが続きます。4本馬トン一曲4本馬になります。ちょっともう山田の時間入ってますかね、ただハンチャン5回あるんでね、はい、はい、まあ確率通りいけば全員ワントップずつぐらいは来るわけだから、うん、あのワントップ取られるのはしょうがないんですけど、はい、あまりに大きいトップね、取られないようにするのは大事ですね。なるほど。トン一曲4本馬ドラは数走、こちら野方白が統一、こちらシャーチャの阿部、こちらペーチャのペーが統一の福島。ここで3人が大事なのは、あ、はい、あの山田さん調子いいのは分かるんですけど、
あの気持ちで負けないで、絶対やっつけてやるぐらいの気持ちになった方がいいですね。なるほど、山田がなんぼのもんじゃとか思って、はい、やってほしいですよね。はい、強い気持ちで、はい、福島ペン3ピンを引いた。まあ冷静に見るとそのキャリアとかね、はい、いろんな時点では、はい、あのヒロの方が上なのは分かるんだけど、はい、気持ちでは絶対負けちゃダメですね。はい、福島ペンを泣いていきます。はい、もう泥臭く頑張りしゃらに親落としに行っていいと思います。はい、ここは白野方の手配、想図に寄せていきます。阿部、阿部も換算ピンが埋まった。白福島イシャンテン、山田、こちらは想図を集めている野方、数層を引いて数ピン打っていきます。野方さん今度は想図だから、はい、遠目でもちょっと仕掛けて親に制限与えるのもありですね。はい、なるほど。福島チーソーを引いて白を打っていきます。この白を野方が動く、ね、はい、一番泣きやすいところですね。親のツムを一回飛ばすと、この泣きはいいと思いますね。こちらは阿部、親の山田、ここは白を打っていきます。阿部、阿部は9番つもぎり。こちら福島、ここで数番を持ってきた。まっすぐ行くならリャンソー、はい、ここはリャンソー打っていきます。これ動き、このリャンソー野方、はい、ちょっと形は辛くなりますけどね。チーしていきます。泣かなくてもいい配慮はありましたけどね。こちらは福島、ウーピンを引いた。3個見えてきたね。さらに広くなりました。3個、はい、野方、まああの自敗の手出しを見せてると多分親の山田さんとしてはまだ全然遠いなって分かるんで、はい、ちょっと行きやすくなりますよね。なるほど。あ、これでリーチだ。これはリーチに行くか。山田スチーピン待ち、これ全員いけないかな。野方この手配、ここは現物の急走。こちら阿部、一応四五郎の三色のイーシャンテン、ここは9ピン。福島このチーピンが当たり配、ここは福島どうするか。ここはリャンゾー打っていく、やめましたね。となると、まあ、唯一対抗阿部さんだけ、はい、そうですね。阿部も関ウーピン、関ウーソーと、あっと関ウーピンが入った。いけるか。でもウーソーは親にアンパなんだ ね、はい、ここはしかしリーチに行く。リーチ単野三色ドライチ1枚あるね。1枚ありますね。ウーソー1枚、でも山田さんが振ることはないと。そうですね。さあスチーピン対カンウソー、でもいい、このぐらいの気持ちでいいと思いますよ僕は。阿部君は、なるほど、その阿部ツモアリュウハ、まあ、こういう牌を引いていかないと多分優勝はできないと思うんで。なるほど。さあ福島のところにチーピンがまた来た。こちらは山田、野方、阿部の相撲は数番。福島積もった、中ピンを積もった。高めでしっかりと積もった山田。リーチツモイーペーコ2000は2400の上がり、これは大きい。山田の時間が終わりません。トーン1曲5本場まで積み上がりました。いや6万点超えちゃったね。6万点を超えてなおも親番、トーン1曲5本場、親は山田。さあ山田以外の3社が2万点を切ってしまいました。ドラは流派、まあ、ちょっと強いなとしか言えない状態になってきてますね。こちら親山田の手配、ドラが1枚、そんなに悪くなさそうですね。
ちらはなんちゃの野方、うん、噛んでもいいと思いますね。いいですね、はい、ワン噛ん積極的に行った方がいい。じゃあ阿部は2面完成している。いいシャンテン、はい、そしてもういいシャンテン。白は福島、山田、白野方、阿部はいいシャンテン。ここでもうテンパイ入りました。カンリャンピンは一旦やめて、できればね役割のピン風のみぐらいテンパりたいけどね。うん、そうですね。こちらは山田、789の3色が見えるか、うん、ここはパワン、まあ、見えるかというより789しか見てないって感じはするけど ね、はい、失礼しました。いえいえ、そのぐらいの気持ちで多分やってると思います。789ぐらいはいらないみたいな。こちらは山田、ルピンが重なる。うん、あとは手順通りドラを切るとこはしっかり切ると、はい、白野方、テンパイしてる阿部、ここはパーソー、ここで外すのもありですね。ここ外しましたね、はい、一度チーソー引きのサブロッキューソーとか狙うのありですね、はい、いいシャンテンに戻した。こちら山田、そして野方、阿部ローピンを引いてきた、はい、若干シゴロゴロチが見えてきて、ここはパーソー打っていく、うん、まあ3ピンの方がいいと思いますけどね、うん、こちら山田、いいピンを暗冠しているの方、E1 ですね。あ、E1 ですね、失礼しました。はい、これで単野を確保。ここは単野を確保の9番、こちら福島、うわ、入った、うわ、入りましたね。これでいいシャンテン。でも9ピン3枚切れか。そうですね、うん、山田は動いていくんですかね、まあ、自分で持ってきても。いや、9ピン動きたくないけどね、うん、まあパーソーは間違いなく動かないですよ、うん、なるほど、うん、さあそのパーソーを引いた山田、ここは6球ピンでリーチに行く。高めは3枚切れているが、あとそのローピン野方のところに1枚来てしまった、はい、チラ阿部、阿部もテンパイが入る、はい、テンパったね、3ピン、はい、ここはうまく、いや、やめてんのがいい、うん、ここは、はい、しごろごろちに変わるまで、はい、やめてん。6球ピンの山田、こちらは野方、こういう時は高めとか引いたりするからね。そうですね、ローピンが2枚、9ピンが1枚残っている、うん、対してスチーピンの阿部、福島、その数ピンは福島のもとへ、ちょっとした山場です ね。ここはどうなるか、うん、野方、こちらは阿部、まあ阿部さんとしては怖いですよ、ここ闇点で押していくのは。怖いですね、はい、うん、でも頑張ってほしいね。そうですね、野方、なんか親リーがもうメンタンピーイーペーコとかそういう感じもするもんね。そうですね、はい、怖い、うん、さあこのリーチ押せるか、このリャンピンも押していく、まあ押せるかというか押さなきゃダメだ ね、もうね、全部押してほしいけど、はい、スチーピンもまだ山に残ってますからね、はい、こちら山田、ただ9ピンつの掴んだ時だけ気の毒だね、気の毒、はい、はい、小そう、これでゴロッチに変化、はい、これリーチありね、うん、はい、これでリーチにいった阿部、はい、いい麻雀だね、これはいいですよ。阿部も勝負手、山田ローソー、白野方、山田さんのこの牙城崩すの、まあ、この半ちゃんはしょうがないですね、はい、ただもう早めに親を蹴飛ばしていくしかないですね、うん、はい、
ちら親の山田うわあんちゃん5回もあるんで、まあ、1回トップ取られるのは本当別に構わないと思うんで、ただその気持ちで押されないようにするの大事ですね。なるほど、うん、福島白親の山田チーピン、この高めのチーピンがよく頑張ったな、阿部の当たり、はい、いや、いいマージャンだったね、今はい、リーチ、ピンフタンヤを3色はい、カンリャンピンからの、はい、テンパイ崩しからの、はい、単品からの単品3色いこうと、そうですね、はい、お見事でした、お見事、8000は9500の上がり、うん、いや、非常にいいマージャンだね、これはよく頑張った、はい、これは頑張ったね、はい、長かった山田の親が終わり、うん、トン2曲。お父さん頑張ったね。はい。パパ頑張ってますね。はい。連盟3回落ちたのね。あ、そうなんですか。へえ、それはちょっと初耳でした。2回だったかな、3回だよ。また来たの、うん、みたいな感じだった。へえ、うん。相当プロになりたかったのね。そうですね。麻雀が好きみたいですね。うん。うん、さあ、親、永田、あ、失礼しました。野方の手配。うん、ドラはパーピン、嫌味ではないですね、その根性がすごいと思いましたね、うん、うん、お子さんもいて、うん、サラリーマンもされてたん で、 そうです、ね、多分講師陣としてはそんな生半可な感じでは入れるのはかわいそうだなみたいな感じはあったと思うんですね、なるほど、若くて独身でまだちょっと麻雀プロダメでもやり直し聞くみたいな感じだったら、うん、うん、ある程度のラインでは合格できたかもしれないけれども、はい、やっぱそれだけのね、うん、覚悟を持ってきて入ってくれないと、はい、そんなにね、うん、誰もが食べれる世界ではないんで、そうですね、はい、まあ、努力の人というか、うんうん、ようやくチャンスつかみましたからね、そうですね、お父さん頑張っております。その阿部の手配、こちらいいピンを積もってきて3ピン打っていきます。福島、チーピンを積もってきた。これ両面立つが完成、うん、いやー、でもヒロとしては意外だったよね、多分ね、うん、リーチに対して頑張って押し切られて、うん、手配変化ももちろん見えてるだろうから、うん、はい、ゴロチまで待たれて、うん、追い打たれて負けるってパターンはちょっと想定してなかったからね、うん、なるほど、はい、こちら山田、親の野方、カンリャンピンが埋まった、はい、これはね、福島さんと野方さんに対しても勇気を与えるね、はい、上がりでしたね、今のね、うん、こちら福島、チュンが統一になっています。山田、ヒロは気をつけなきゃいけないのは、はい、スタートダッシュ成功したんだけど大振りにならないことですね、うん、こっからちょっといつもの悪い癖で、うん、常にヤンハン手役とか手役狙いにあまり走らないで、はい、きちっと捌く曲は捌いていかないとダメですね。なるほど。こちら福島、パーソーを打っていきます。ポンするかな、しそうだね、うん、2差しに変わったのがた、白阿部キューピンはつもぎり、こちら山田、阿部さんって何リーグだ、 D リーグ、 D リーグですね、うん、ちょっと3か2かはちょっと分からないですD3 か、 D3 リーグ、 D3 リーグ、はい、はい、こちら阿部、関連像が埋まった、ここは白を打っていく、野方さんもリーグ戦落ちちゃったのね、うん、うん、タイト戦では調子いいんだけど、いや、阿部は T3 リーグということで、はい、今、はい、お知らせが来ました。こちらの方、数層打っていきますね、はい、はい、まあ、パーピンドラなんで、はい、一回温存と、そうですね、はい、こちら、阿部は嘘打っていく、福島もツボがちょっと効かない、こちら山田、
このウーバーをどうするか、山田。いやね、悪い癖で面落ちと行きたがいんですよ。いや、ヒロ、そういうとこあるんで、うん、そう、ここはやっぱチートのみで、うん、しっかり手組んでた方がいいですね。さおやの野方が6球走でピンフのみの天敗。阿部。チラ福島。福島も一目つかんせい。チラ山田。山田3番。もう体が本一に行きたがってるんだけどね。多分今自分の中で葛藤してるとこだね。はい、まあ運は来てしまったんでもう行かないでしょうけどね。親の方はテンパを入れています。阿部、これで管理安品も埋まって一歩前進か。ここはウーアン。チラ福島。ああ本一だったとか思ってる。絶対思ってるね。ああなるほど。ローソー、はい、またピン普通も700ホールの上がり、はい、これもいい上がりですね。はい、うん、はい、野方さんもこれでちょっと一息つきそうですね。そうですね、落ち着けそうな。さあ親の野方蓮ちゃんです。トン2曲1本は後どうなっていくのか。まあ山田さんを4万点台のトップに抑え込めれば3人としては OK じゃないですか、うん、なるほど、はい、それで自分が浮きに回れれば。うん、こちらは親野方の手配。ドラのチーピンが1枚、ラブトンが統一、うん、来たね、うん、お得意の手が。はい、ここは得意の仕掛け使っていくのか。野方第1打は E1。 まあお得意じゃない人も泣くけどね。こちら阿部、二差しだね。手がいいですね、整っています。ここは白を打っていく。こちら福島。福島は直瀬のシャーと流派が統一。ここも仕掛けやすそうな手ですね、はい、こちらは野方、急走も統一になる、うん、ダブトン以外から入ると山田さんのダブトンは出てこなくなりますね。うん、うん、阿部もツモが効いている。はい、順調、はい、順調です。白福島、山田、山田はウーピンを打っていく。白親野の方、もう三蔵も統一になった、うん、あ、阿部すごくツモが効いていますね。これでいいシャンテン、ね、この三蔵野方が仕掛けていく。やっぱ体がうずいてしまいましたね。そうですね、三蔵からいったということは、これ最高の、そうですね、最高の泣きになったね、阿部さんにとっては。はい、阿部いい数走、高めの E1 だと、あ、いい走だと3色もつきます、はい、これで福島さんと、ヒロのトーンはちょっと出づらいですよね。そうですね、野方さんの、このいい走がいった山田、なんとワンチャンス。はい、いやー、これは阿部リーチピンフ3色ドライチ、うん、またしても山田から天敵になってきたね。はい、8000は8300の上がり、強烈、うーん、強烈です。山田は4万点台のトップと言ってましたが、はい、4万点台、それで阿部さん浮きになりましたからね。はい、阿部も浮きに回った、トップも見える位置まで来た。はい、あ、そして上がって迎えた親番の阿部。まあそう簡単にはいかないですよね。うん、いかに A リーガーといえどもやっぱり。そうですね、はい、トン3曲、親は阿部、ドラはリャンゾーです、うん、こちら親阿部の手配。野方さんの三蔵ポンが山田さんを苦しめたって見方もできますけどね。 そうですね、はい、それによってワンチャンスになって、はい、阿部さんに高めの E1 入って、そうですね、はい、山田さんとしてはダブトンも切りたくないんで、うん、イーソーの統一落としに入らざるを得ないと。そうですね、おっと、ここで野方またもやハイパイでカン、何のアンカン、野方9アンから。こちらは親の阿部、福島、なんで難関に上がり目なしっていうの。え、
なんで難関にあま、あの難しいっていう難関の難関じゃないですか。ああ、そこが引っかかってるね。あ、はい、あ、そ、ただの語呂合わせってことね。そうです、そうです。あ、なるほど、はい。え、マジですか。いや、わかんない。なんか、いや、それ聞いたことあるんだけど、はい、本当って思って。いや、うん、そういうことね。はい、あの難関って、はい、そうです、そうです。あの語呂合わせの好きな佐々木久人プロなんかもよく言ってらっしゃると思いますけれど、はい、はい、あ、もう知ってるかと思いました。いや、早いりは言いすすは急ぎすぎってことでしょ。そういうことでしょ。え、あ、そうなんですか。そう、まあいろんな説はあるけど。ああ、いや、それは初めて聞きました。早いりじゃ言いすすが急ぎすぎで言いそうが危ないってことですか。うん、そう。へえ、すすはどうなんですか。よく。いや、それはちょっと豆知識でした、はい。ありがとうございます。こちら福島の手配。違うよって来てる。まあ嘘かもしれないんで、あんまり、ね、皆さん信じないでください。はい、野方初が重なる。こちらは阿部ドラ、あ、失礼しました、三蔵でした。ここは三品打っていく。こちらは福島の手配。福島さんだけね、まだ上がりないんで上がりたいですよね。そうですね。山田も今回は少し遅そうか。野方通風路してこの手配。はい、まあ本一ですよね。はい、こちらは阿部。まあこの泣きによって山田さんは想像絞らざるを得ないんで、はい、うん、阿部さんが有利になるんで、うん、今のところ野方さんの泣きは阿部さんにちょっとうまい方に作用してますよね。なるほど、ここは想像に寄せていく、はい、トン何シャートを仕掛けているところにこのトーン。ここは一旦パーピン。こちら福島。さあトーンも重ねた山田、いいシャンテン。こちら阿部、ローソーが重なった、うん、ここでパーピン。こちら福島。阿部くんチャンスなんで言ってほしいね、ここね、うん、大チャンス。山田、まあこれ防御するしかないですもんね。うん、うん、野方はこの手配。だから山田さんが防御してる間に、はい、あの阿部さんとしては自由に打てるんで、うん、しかしここはトンと流派を引いて、おっと福島リャンゾドラを引いた。2射点、こちら山田、うん、野方ツムは伸びないか。流派ポン入っちゃうけど、トンも流派も紡ぎってほしいぐらいの配ですね、これね。うん、うん、抱えるともういけなくなっちゃうんで。なるほど、せっかくいい感じで親迎えたのに、はい、親が流れてしまうと、うん、いや、ここ想像は簡単に打ち出していきません。いいピンを打っていきます。これもね、結構相手に対する信頼度あっていいと思うんですね、うん、野方さんの上茶が山田さんなんで、はい、しっかり絞ってくれるって思えば、自分が、うん、下茶にいるんで、はい、自分は自由に打たせてもらうと。なるほど、それを利用するっていうのもありですね、うん、わ、福島、寺山田、ペーはションパイですね、うんうん、ここで一回やめはありですね、うん、これ3万を打っていく、はい、イーソーヒーター、これでチャンタですね。はい、はい、テンパイです。アーマン。イーハンアップですか。そうですね。あ、ペーを打っていった。こちらは山田。ペン3ピン待ちの野方。流派が重なる。こちらは福島。山田。連敗している野方。三品大丈夫かな、ヒロの。そうですね。最終手出しペイか。急走ペイ。四品つもぎりになってるもんね。そうですね、はい。三品は山にはありませんが、各社の手配に入っています。うんうん、まあさすがにね、手がバラバラすぎていかないですね、はい、ここでトン、こ
このトーンはどうするか、ここはトーン打っていくのがた、うん、まあこのトーン打ちでほぼテンパイですよね、うん、テンパイ間違いないって感じになりましたね。こちら福島野方、このまま行くと一人テンパイで終了そうだ。まあ一人テンパイ OK でしょう、野方さんとしては。こちらは阿部、まあ阿部さんとしてはちょっと欲を言わせてもらうと、トンとリュウハをつもぎってもらって、うん、まあリュウハ野方さんにポン入るんだけど、はい、いけるとこまで行ってほしかったですね。なるほど。こちら野方、そうですね、もうここの曲はちょっと誰も行かないか。福島、福島一シャンテンだが、こちらは山田、野方 E ピン、パーソーを持ってきて阿部、福島もテンパイしませんでした。こちらは山田入局です。野方の一人テンパイですね、うん、この曲は阿部もちょっと言ってほしかったということで、はい、はい、まあそうですね、うんうん、ただそれまでの、はい、あのマージャンは悪くないんで、うん、あのテンポ持った時にね、うん、その気持ち受けに入らないでほしいですよね、うん、なるほど。今日は頭取りなんで、はい、はい、そうですね。トン4曲、親は福島、トン4曲一本場ですね。親の福島、今まではちょっと静かな印象、うんうん、まあここまで我慢、よく我慢してるなって感じですね、うん、さあその親の福島、トンが統一、まだダブトンだよね。はい、ダブトンです、うん、長いトンバになりました。長いですね視聴者の方にはね、2回戦までご覧いただけるお得な感じになりますね。こちら野方の手配、野方はまとまっている、ドラの3ピンが統一だ。すごいいいシャンテンだ、すごい、すごいイースソーリャンソーとかなった、はい、結構強い、強いですねこれはすごいハイパイだ。こちら親の福島、9ピンを打っていく、山田、うん、うん、さらに広く、ああリャンソーね、ここはリャンソーを打っていく、もうあそこ分かれますよね、うん、はい、イースを2枚飛んだんで、うん、まあただ実際イースはもうないですけどね。そうですね、うん、ここは最終形を強くするんだったらやっぱりあの3は切っとく人の方が多いんじゃないですか、うん、ただテンパイを逃したくないんであればマンズ引きに全部対応できる、うん、ヤンソー切りもありますよね、うん、さあこのトーンを福島がポンしていく、うん、こちら山田、ドラドラの野方、阿部も手はまとまっている、これでいいシャンテン、こちら親の福島、山田チーピン、チーピンはつもぎります、こちらは阿部、こちら山田、三蔵引いた一歩前進、リャンピンを打っていきます、はい、こちら野方です。なかなか天板ないね、天板ないですね。阿部ローピンを引いてきた、ここはつもぎり、親の福島チューンも重ねた、これは選択になりそうだな、ローソーかイーソーですね、ここはイーソー、うん、イーソー2枚飛び、うん、こちら山田、ドラドラの野方、このローソーどうするか、一巡目に切ってはいるが、ここは3番、要するにどこがひっつくかって話なんで、
もうマンズだけで保険かけるよりもソーズも持とうってことですね。なるほど、ウーソー引いてきた、うん、これは気持ちいい、しごろになるやつね、はい、気持ちいいつもですね。じゃあ山田も整ってきたぞ。知らぬ方、うん、こうなった時はやっぱりイースーソーリャンソー取りたかったですけどね、うん、スーパーワンが入ると若干ちょっとリャンソー切りがきつくなるかな。なるほど、ここでイースーがジャストミートですもんね。そうですね。こちら山田天杯リャンワンとパーソーのシャンポン待ち、うん、リーチ打つかどうかですね。ドラも1枚あるが、ここはリーチに行った山田。一応2と8ってことで、はい、まあ出やすくもあるし、積もったら2戦3機あるんでってことですね、うん、あとリャンワンがスーワン自分でブロックしてるんでワンチャンスなんで相手使いづらいと、はい、なるほど。山田の待ちは3枚残ってます。ここに1枚来た、うん、捕まった。うん、福島野方さんもね、降りないからね、はい、ここはそうですね。野方はチーワン待ち、これで両面に変化はしたが、これでリーチか、はい、いいスーピンでいった追っかけ、うん、まあいいピンは絶対いそうですもん ね山に、はい、何あと1枚しかないですけど、はい。こちら福島は親の福島はちょっとこのパースいった、あ、いっちゃったね。山田ここはリーチ、タイヤアウトライチ、5200の上がり。ここまで我慢してたけどね、ちょっとしびれ切らしましたね。そうですね、親っていうこともあるんでしょうか。うん、まあ一回チューンでもよかったと思うんですね、チューン2枚切れになったんで。福島は1万点を切ってしまいました。長いトンバが終わって何入です。ちょっと顔上げたね今。難入して親は山田難一局、現在トップ目は山田。パイパイを取っています。山田がちょっと笑ってますね。まあヒルもちょっとほっとしたでしょうね、はい、ずるずるね。そうですね、トップまでまくられるんじゃないかってとこまで追い込まれてたから。そうですね。さあその親の山田ハイパイ789、はい、よく見えました。じゃあ白からいきます。ドラはスーピン、野方の手配。じゃあシャーちゃんのシャーが統一の阿部、ペン三蔵から払っていきます。福島、まあ福島もまだ親一回ありますしね、頑張ってもらいたいですよね。チラー野方、阿部、ローワンを引いた。福島トーンを打っていく。白山田、ローワンを引いたは3万打ってます、はい、ドラがスーピンなんでね、はい、3ピンは残すと。阿部、トーンも重なった。これでいいシャンテン、シャアがもう2枚切れなんですね。そうですね、シャア動きませんでしたね、はい、数ワンを引いた。ここはどんどん手が進んでいく山田。ウーソー切りとかもありますね。ウーソー切り、はい、おー、山田は3ピンを切ってきました。チラアベ、僕は多分ヒロの手配はウーソー切っといて、うん、7、8、9だけ固定して、はい、うん、ピンズのドラ一面とだったらちょっとまあ妥協するかなって形にします、ね、なるほど。野方、これでシャーか、2枚切れのシャーを打っていきます。阿部スーピンが、ドラのスーピンがこれであんこですね、泣かないで正解だったね、うまくいってますね、相撲が効いてます、はい、ヒロの親だと頑張るね、はい、阿部くんは、うん、あ、この手合いペーをつもぎり、ドラあんこの阿部です。スーピンを引いてきた、ここはリャンピン、はい、うん、
ちょっとね、順目がもうちょっと浅ければトン切りもあるんですけどね。はい、やっぱもうリーチで十分ですからね。うん、ローピン、これは3色にならないローピンだが、ここで先ほど言っていたウソですね。うん、まあ、うん、ウソ先切りしとくと、地層が重なってたんで、うん、3ピンとローピンの引き継ぎも見れたって形ですね。まあ、宣言牌ウソにしちゃうと、どうしてもパッソは浮き彫りになるので、はい、先に切りたい牌ですね。はい、ここはウーピンを打っていった山田、こちら。白の手牌は、まあ、要はヘッド探しが重要なんで、ヘッド探しで迷った時は他にメンツになっても保険の効く形。天敗、一応天敗だが、トンとドラのシャンポン待ち。ここは一旦トンを切って単用に移行します。リャンピン切りのところでね、トン切りしとくともうちょっと柔らかくなりますけどね。ただしょうがないですよね。こちらの方、これはまたもや天敗入ったサブロー1、単品ドラさんの天敗ですね。闇天に構えます。福島は想図に寄せていく、チーソーを持ってきて考える山田、こちらはどうするのか。3色にこだわっていいのかどうかってことですね。ここは9層、はい、やっぱ一応親番以上優先させましたね。ここで、はい、手役は見切ってスピードに妥協と。サブローはどうなんだ。サブロー1は悪くないですね。キロがこだわってると危なかったもんね。そうですね。サブロー1はまだ、3枚ありますね山に。こちらの方、積もると跳ねまん。そうですね、でかいですねこの跳ねまん。さあ、フォーズが寄ってきたぞ福島。こちらは山田、サブローマンいるのか。三蔵泣くかな。泣かない、泣かない、見向きもしませんでした。急走が2枚切れなんでね、ちょっとテンパイ苦しいかもしれないですね。なるほど。このリャンは山田親はどうするか。大丈夫かな。6万1通見ちゃうと危ないけどね。まあでも3万切ってるんで大丈夫ですね。こちらの方、9万はつも切り。福島パーソーワンコにした。一応イーシャンテン、イーシャンテン、イーソロソのひっつき。山田も天敗、チーワン待ち。さあ野方、こちらはサブローワン天敗してる阿部。福島くんは上がりまであんのかな。イーソー、おー、これで天敗が入った。イーソーと9層、いやダメだよ、両方2枚切れだよ。そうですね、これはどうするのか。両方2枚切れじゃ取れないね、取らずだね。しかし一応天敗は取った。取ったの。はい、取りました。だって上がれないでしょこれ。上がりはないですね。はい、あ、天敗だけでもってこと。うーん、この後の手配変化、まあ三蔵ぐらいですね。チーソーあとチーソーぐらい、はい、そうですね、うん、これ補充あるよね福島君のサブロー、うん、このドラこれでバックするのか。行くかな。マッチがあればね絶対押す牌ですけど。そうですね、ここはイーソー打ってきます、はい、うん、山田ヒロはテンパ入ったんだね。入ってます。勘違いは、はい、野方ここはテンテンパイから、はい、振らないようにですね。はい、安全にテンパイ取れるように。あ、積もった。おっと、しかしこの泣きでサブロー1積もった。阿部野方さんの泣きはヒロに不幸が起こるね。そうですね、うん、今日はそういう場面が多い。単野をピン普通もドラさん3000、6000の上がり。阿部トップ逆転、逆転しましたね。山田が親かぶりですね。なんと阿部がトップまで行きました。何2曲
親は野方、まあ野方もテンパってたので、まあそうですね、高重の可能性もありますよね、はい、うん、まあとにかく山田さんは痛いですよね。痛いですね。何してくれるんだって感じですね。はい、うん、この北条を回避したというか、うん、野方はすごいですね。泣きが山田の方に。ただやっぱりトンバと違って伸びがなかったですね、ツモにね、山田さんの、はい、トンバだとなんか7、8、9完成してそうな手配でしたけど、うん、そうですね、うん、やっぱり2回のパンチは効いてましたね。そうですね、阿部さんの、はい、何曲ドラが嘘、阿部がまたもや後輩パイイーシャンテン、こちら福島、親の野方の手配はこちら、リャンゾー引いた、阿部テンパイ入った、ウーパーソー、リーチ打ちやすいですね、打ちやすい、ここはリーチに行く阿部、はい、うん、町はウーパーソー乗ってきちゃったね、乗ってきましたね。まあ安倍さんがこのぐらい乗ってきて、はい、ヒロが追っかけるって方が見てる方が面白いですね。あ、なるほど、はい、こちら親の方乗ってきた安倍、一発目はリャンピン、そうですね、これ優勝するとグランプリに出れますね、うん、そうですね、はい、まあ、あのヒロと野方はもうポイントで届いてるんでグランプリ大丈夫です、はい、まあ、安倍と福島はもう、はい、優勝条件ですね、はい、グランプリ出るには、はい、あとは決勝乗った時点で、特賞リーグ、うん、あの C リーグ以下の40歳以下の人は特賞リーグの権利も発生ですね、はい、あと優勝すると、連盟の4大タイトルの年間シード権、はい、ああなるほど、寺野方阿部嘘嘘ドラの嘘を積もったリーチピンフツもドラ1 1300-2600 の上がり乗ってきてると見えますが、はいはい、まあ、ただ大事なのは次の親番ですね、うん、トンバの親番で行ききれてなかったんで、うん、あの難波の親番ここしっかり攻めれれば、はい、うん、とにかく優勝するためにはこの次の親は攻めなきゃダメですね。なるほど、初の決勝なんで、はい、安倍もこれ以上ない親の迎え方なんで、ここは逆に山田さんを沈めてやるぐらいの感じで連チャン入った方がいいですね、はい、うん、乗ってきた安倍何3曲ドラはリャンゾーハイパイを取っていきます。親安倍の手配ドラターツが一つ、ここは第一打、何から打ってくるでしょうか、9番か9番から打っていきます。福島もドラターツが1枚、あります。こちら山田、大和さんはねコメントは見てるんですけど、ちょっと余裕がないね、僕が拾いますんで、はい、そこは勘弁してあげてください。いいよ、こっち手役見た方がいい。気にしないで普通にやった方がいい。すいません。はい。あの2つのこと同時にできないんで、はい、すいません。皆さん。申し訳ありません。はい、あの実況に専念してもらいましょう。はい、申し訳ありません。どうしても拾ってほしいコメントは2回も3回も打っていただければ僕が拾いますから。はい。はい、周りに助けられております。はい、実況してください。はい、山田、失礼しました。こちら福島の手配に戻ります。そして山田野方はカンチャンターツができた、ここはペアを打っていきます。まあ野方さんはここまでなんとかしのいでるって感じはしますね、悪いなりに、うん、うん、それで一番怖い男山田ヒロに、うん、不幸になるなっていうのを結構連発してるんで、まあ結果的にですけど、うん、まあ野方さんにとっては悪い展開にはなってないですね。うん、なるほど、はい、やっぱ安倍さんが走る分の方がね、はい、まだ
捕まえやすいですからね。なるほど、はい、本当にそうですね。山田プロからしたら不幸になってます、うん、はい、その野方、こちらこの親頑張りたい阿部、キューピンを打っていく。福島カンパワンが上がった。こちら山田、野方はチーピンを引いて流派を打っていきます。目いっぱいですね。スーソー阿部君、流派泣かないのは良かったですね、うん、これは泣かなくて良かったんだけど、はい、まあ、2枚目は動くのもありですね。山田は慎重にいってる感じしますね。ここも考えます。慎重に打たざるを得ないですよ ね、はい、状況あんま良くないですからね、はい、しかも阿部さんの親は相当良くなってると思ってるんで、うん、あのここは慎重に落としたいですね。うん、いいピン取りずになって、ここは3ピン打っていく阿部、うん、3万を引いた。ドラはリャンゾーです。3万はつもぎり、うん、思い切ってマンズいくのもありだと思いますけどね。こちらの方、うん、親の阿部、思ったようにツモが伸びないか。はい、あーマンズ引いてたね。3万がここは続けてきました。この辺だよね、ちょっと思い切って言ってもよかったですよね。持ち点が5400なんで、はい、とりあえず今ウーピンローピン外してると換算増転敗。阿部一歩前進、ここはローマンを打っていく。山田は慎重です。ここは何を打っていきます。野方ウーピンが重なる、ヤンマンを打っていきます。こちら阿部は数層があんこになる、うんうん、まずウーソードラはリャンゾーです。ここはウーソーから、はい、リュウハはポンテン取る、うん、そのリュウハ、はい、これポンダーリャンソー、ポンしました。リャンソー、ああダメ、これダメ、ここはEピンからいった。天敗は取りません。これはダメですね。そしてこの、うん、ダメダメ、はい、これやっちゃダメ、はい、うん、これダメです。福島に天敗が入りました。待ち取りの選択ですが、ここは換算像を選択、うん、こういうとこがねちょっと弱気なんですよね。残念ながらダメ出しさせていただきます。ここはなんでダメなんですか。いやダメでしょ、だって天敗取ればいいじゃん。なんでいいと思うの。いや例えばこれリャンゾーがもう一枚来ただって上がりじゃんこれで。まあそうですね、はい、いやおっしゃるほら、あね、はい、麻雀ってこういうもんだから すごいです、うん、はい、あちょっと言葉に詰まりましたが福島が換算像を引いて500銭の上がり。この親を落とすのは、はい、どんなにひどいことか分かってほしいね、阿部君には。ああ、うん、なるほど、ね、これ大チャンス逃したからね。そうですね、いやこれは福島もラッキーだし、うん、ヒロもラッキーだし、うん、野方君も助かったよね。なるほど、うん、これは痛い。いやもう全員ラッキーでね。そうですね、阿部以外の全員がラッキー、うんうん、だってあれ1500で上がってると全然違うでしょ。そうですね、はい、福島、まあ行幸の上がりというか、うん、上がって迎えた親番オーラスです。ドラはパーソーです。ただまた紛れると野方さんがパーワン止める三蔵、はい、阿部君が積もってテンパイ復活させてウッパーワン、うん、このケースはあるんだけどね、うん、でもいい時はやっぱストレートに打った方が結構上がりはやっぱいいですね、はい、うん、悪い時は一回こねて第一ピンってしといて、はい、そうすると相手が良くなってからパワー1止まる体勢になってて、パワー1止まって三蔵入れてからのウッパワーのが上がりあったりするからね。うん、なるほど、まあそういうケースもあるんだけど、どうせ役なしだったからね、福島君がね、三蔵打ったところで当たられないから。うん、そっか、そうですね、うん、はい、
オーラスです。こちら福島の手配。急走打っていく。そして2着目の山田。直瀬のシャーガー統一の野方。もう一つ両ピンを仕掛けてますね。うん、そうですね。野方さんも終わらせいってますね。はい。はい、Q1 もポンしていく。こちらは阿部。阿部もドラは1枚あるが苦しい形。うん、福島君はなんとか1回ぐらい上がれたいね。そうですね。なお、しごろになってきたね。はい、目いっぱいです。山田流派を打っていきます。うん、うん、こちらの方阿部はローピンを積もってきて、ここは3ピン。ウーピンでどうするか。まあ、スーワンが普通ですけどね。うん、ここはスーソー切りましたね。はい。まあ、スーソーもありますけどね。うん、山田、うん、まとまってきたか。ここはリャンワン打っていく。あの方阿部も一面つ完成。ここは急走から親の福島、ぜひとも一回上がりたいところ。こちら山田。流派起きた。こちらは一枚切れ。親の福島、チーソー引いた。さすがに数万か。数万。はい。いいシャンテンです。こちら山田です。一応6戦オーラ見えましたね、親、うん、の福島くん。はい。おすっげえだけど。すごいですね。野方、急ピンをポンして、テンパイを取らず、ここパワーピン打っていきました。思わず、すげえ泣きと。すごい。まあ、まあ、すごく見えますけれども。うん、はい、まあ、ちょっと高くは見えますよね。そうですね。高く見えるからいいんだけど、ただそれによって誰が得しちゃうかっていうのありますよね。はい、うん、野方さん自身が得するケースは結構ないと思うんですよね。なるほど、はい。うん、親の福島テンパイが入らない。例えば急走も野方さん切ってるわけだから、はい、怖いのはドラだけですよね、はい、ドラだけケアしとけばまあ 5-2 ぐらいでとどまるわけだから。そうですね、はい、忘れそう打っていた山田、うん、山田さん今ドラのパスを引かされたんで、うん、もうパーソーだけは絶対切れない範囲なんで、うん、うん、チートイツに変化ですね。うん、昨日阿部チーピン急所の範囲だ。ここはパーピン打っていく。逆に福島くんはチャンスですね、ここね、はい、はい、チャンス。野方、チューンを引いた。これは予定通りか。まあね。はい。さあ、そのチューン間に合ったね。阿部。はい。まあ、チューンはもともと切れないですけどね。阿部くんのトップ目の立場からいくと。ただ、福島さんはチャンスですよ。チャンスですね。チューンもシャーも、あ、これでドラ、うん、ドラはつもぎっていく。チューンもシャーもまだ山にいますね。チューンが阿部の手配に1枚あるだけ。福島はスーピンを持ってきた。どっちもションパイね。うん、野方、つもはウーワン。阿部の難は切りますね。親の福島天杯入れたい。入らないね。入らないですね。ウッパーソがもう間に合ってないからね。そうですね。ちょっとでも早くウッパーソを引いてると、福島君シャボはリーチ行かない方がいいですね。シャボは行っちゃダメだと思います。行っちゃダメ、はい。ドラを合わせる山田。
シャートチュンはまだ山に残っております。阿部スーソー親の福島 G1 が来た。ここはつもぎり。野方の町もまだ残っているが、阿部はちょっと引き気味ですかね。積もると一六山にはできるね。そうですね、うん、はい、点が跳ね跳ねですね。ちなみに山田、山田も丁寧に進めていきます。9走白はバニワションパイ。ここはもう阿部もやめましたね。ウソを引いた福島、やっとテンパイを入れた福島、ウッパーソー待ちでリーチ。ただそのドラがすぐ山田の手配へ来た。まあ僕やみてもありだと思うけどね、福島君。だってウッパーソー黙ってれば、3人で積もってる状況なんだから。そうですね、うん。おっと、一発はありませんが、一発もですね。リーチ、ピンフツも、イーペーコ、2600ホールの上がり。3着浮上したね、これ。はい、うん。ちょっと野方さんの泣きは、ちょっとやっぱり厳しかったね。厳しかった。まあ、テンパイまではうまくいったけど。はい。同点3着だ。同点ですね。親の福島、連チャンします。オーラス、日本馬。もう嘘も残り1枚だったんですけど、引き上がりました。よく引いたね。はい、ドラはイーソー、ハイパイを取っていきます。じゃあ親福島の手配、ドラのイーソーが1枚、つも次第といったところか。うん、1打目、まあ自敗ですね。ここは流派を打っていきます、はい、山田中央を打っていく。こちらは野方、現在トップ目の阿部、三蔵を引いた。ここはまっすぐ行く山田。野方、こちらはトップ目の阿部、どうなるか。流派、シャを打っていきます。ローピンを持ってきた。山田もトンバの時に比べたらだいぶこうツモにもう見えてる景色はだいぶ違ってると思うけど、そうですよね、キラキラしてましたからね、トンバの時は。あのヒロ自身がは、はい、この発早く終わってくれと思ってるかもしれないね。なるほど、もうトップ取ろうとは全く思ってないでしょうね。とりあえずこの発終わってくれと。さあこちらは野方の手配。阿部はトーンが重なった。ここはダッシロ、4社とも手配の進行はやや遅めだ。ここは山田、チーピンを引いた。純ちゃん、純ちゃん、はい、3色ですか、はい、阿部君もすっきり終わらせたいけどね。そうですね。福島手が進んでいく。リャンワンを引いた。イソ、ここはイーソー、ドラのイーソーから打ち出していきました。これは怖いよね、子供3人は。そうですね、親早そうだなと。はい、リャンワンを引いてきた。ここはつもぎり。昨日さ、福島くんが結構追い込まれてた時に、はい、すっごい顔して打ってなかった、はい、あ、そうです、福島さん、そうですね。すっごい、はい、本当に苦しそうな顔してたよね。いや、結構顔に出ちゃうところにも言ってました。そうそうそう、はい。いや僕も運営だからさ、笑っちゃいけないんだけど、はい、すっげえ苦しそうな顔してるなとか思ってた。ああ、うん、今日はまだすっきりしてる、ね、そうですね、はい、苦渋の表情してたもんね。そうですね、そういう印象あります、うん、顔芸ですかみたいなね。はい、結構あの顔の骨格もこう
見えやすいというか、ですから余計表情が豊かにね、映りますよね。うん、ワイプに映ってますね。でもいい表情、あ、いい表情ですね、うん、チェラロー1、うん、野方はどうなるか、リャンワンを引いてきた。しかしここはつもぎり、スーソー、ああ福島はなんとか転敗したい。山田、まあできればね、単品高め3色ぐらいの転敗にしたいけど、そうですね、はい、まあ横言わなければ面単品リーチ、うん、一歩前進したのは野方、阿部も一歩前進、ここは転敗入った、うん、ま、町はペン三蔵でリーチに行く。おお、男らしいね。これはすごいな。水槽が3枚見えてるけど、ね、そうですね。ああ、三蔵危ない。大丈夫だね。まだ出ない、ね。そうですね。三差の3色などに手があった場合、三蔵が打ち出される場合だ。いいシャンテン。山田、ここはペアを打っていく。町の三蔵は山に一枚。昨日もね、はい、ちょっとあのもうそれトータルと、あ、アンコになった、アンコになった。これは行きやすくなったんじゃないですか。これ大チャンスだね。上がり牌潰して二差しになったから、そうですね、そうそう、ここは押していく、うん、昨日もなんかそれリーチ行かないでしょって場面行って積もり上がってたもんね、うん、結構阿部くん。ああ、そうですね、うん、はい、安倍の町ダメだよ、泣いちゃう、はい、うん、これ泣かない泣かない。安倍の町は今もう山に残っておりません。ローピン、ローピン、福島まっすぐ行く、ローピンで行く。そうそう、これは安倍にとってはターゲットになってしまうから苦しいですね。トーン一曲でもそういう感じでしたもんね、うん、でも昨日から掴んでないね、そういう、そうですね、そういうピンチの時にね、はい、それはありましたね、うん、本当に勝負強いというのか、うん、悪運が強いのか悪運強いは失礼だ、はい、そうですね、失礼しました、はい、競り勝ってる場面が多く見受けられましたからね、うんうん、野方、白山田、山田はちょっともう撤退気味です。2,3,4,5,6,7、あとつも2回、3回か、親は、うん、何としてもテンパを入れたい、入りましたね、はい、ここは追っかけで、おっと、はい、気合が乗ってしまいました。リャンウピンでリーチ、うん、3色にならなかったですね、うん、でもいいね、いいですね、やっぱりこう見てるとなんかあのCリーグ、Dリーグの人っていいとこもすごいあるんだけど、うん、もったいないとこもあるなみたいなね、うーん、うん、なるほど。福島はこれはもういいと、これはいいとこですけど、はい、さっきみたいな時にはい、ちょっと伸ばしきれないとことか、はい、そういうとこあったり、うん、僕も思い切ったとこはすごい買うし、うん、ただね、ここだけはこれちょっとリーチどうなのって感じは僕したんだよね。ああ、そうなんですか、うん、まあただ、まあ補充にならないからね、うんうん、このまま攻めてった方が多分いい結果になるケースは高いですけどね、うん、オラス一本場は安倍、福島の2件転敗、うん、安倍はほっとしてるでしょう、ほっとしてるでしょうね、待ちねえじゃんって思ってるでしょうねはい、さあオラス終わりません。福島の連チャン3着だったね、はい、同点3着から単独3着、はい、福島追い上げてきてます。南4局日本馬、ドラはパーソー、福島はドラが1枚見えます。ドラメンツがもうありますね。あ、いいんじゃないですか、ちょんちょん大事、ちょんちょんが大事はい、スーピンが来た、3ピンだと最高だった、そうですねただ整っていますね、はい、シャーから山田、山田は流派が統一、うん、まあ泣かないでしょうね、まだね、うん、野方も割と整っているか、はい、野方さんは3着取り返したいですね、
供託も2本ありますね。おかずっていう話を瀬戸君がおっしゃってたみたいなんですけど、いやおかずは良くないと思いますね、ああ表現方法として。ああなるほど、うん、それを言っちゃいけないって言われてた瀬戸君プロの話を、はい、実は、うん、そう先日の放送で久人プロに聞きました、うんまあ、はい、他の人が使わないけどね、僕ちょっとおかずは悪いまずいかなと思って。なるほど、はい、供託ってちゃんと言うようにして。そうですね、はい、供託が2本2600点分ありますので、野方ももう一度3着に上がるチャンスはあります。こちらは親の福島、ぜひ連チャンしたところ、うん、キューピンが統一になる。純ちゃんも見えるが、ここはとりあえず白を打ってきますね。山田ピンズの本一が見えるが、ここはトーン。阿部親の福島、何を持ってきた。急走スーピン、そうですね、ここは先ほど言ってた思い切りっていうところですかね、うん、スーピン思いは届くのか。スーピン切れ、スーピン、ちょっと迷っています。スーピン、あ、急走と無念のありがとうございます、ね、その無念のここは急走打っていった。いやだってパッソとか引いたらどうすんの、急走打っちゃって。山田が何からいった、うん、野方に関連ワンが入る。イシャンテン、阿部も一歩前進。この泣きで福島にはパーピンが来た。パーピンはつもぎり。山田、ああ疲労泣かなかったね、食い逃しはしなかったね。まああんまりこれポンか、これで転敗、うん、これでドラのパースを打ち出していく山田。出上がりでもトップだね、これ供託、はい、ありますからね。そうですね、はい、山田が管理アンピンのテンパイを入れています。こちらは阿部、福島くんリアンピン出るパターンはあるね。ありますね、チーソー、うん、これがだからツーピンだってね。そうですね、発生あるもの見えるでしょ。はい、そうですね、ジュンちゃんリアンペーコドラドロ、はい、今の妻とイーペーコもついても楽々見えました。こちら阿部、 C1 が重なる。福島チーピン、いやーちょっと痛いか、いや危ないね、行きますね、もう危ないねあのチーピンのおタイムで行ってるようだったらもう相当かかってるね、これかかってる。あ、こちらは阿部、阿部は3増打ってきます。福島チューン、チューンは1枚、ここはリャンゾーから。山田選択だ、このままか、もうウーピン、まあ、どっちもあるよね、ここあの、はい、一応この後の手代わりもね、はい、睨んで。そうですね、これ天、はい、シャンテンの方はスーピン浮いてますね、うん、パーピン狙い目にしたいんで、リューハーポンテンのウッパーピンとかもある、ありますよね。なるほど、スーソー、山田関スーピンの天敗、うまくいった、ナイスプレー、トップになったね、トップに来ました。ラブナン本一、これは2200、4100の上がりですね。マンガン、ん、先輩の数でしょ、4422とか。そうですね、はい、失礼しました、40分の上がりで2000、4000の上がりになります。これ山田一気にトップまで行きましたね、うん、だ阿部君はやっぱりラス前の親ですよね、うん、ああなるほど、あのドラのリアンスを切れなかったとこでこのトップが逃げましたよね。せっかくいい麻雀だったのに、うん、ちょっともったいないか、はい、1回戦は山田がトップ、うん、2位に阿部、3位に福島100点差のトップですね、4位に野方、以上のように終わりましたね。はい、そうしましたら、一旦選手の休憩時間になりますので、CM をご覧ください。